皆さん、こんにちは。メディオお茶の加瀬子と申します。カンブリア宮殿で紹介されていた工具用資材の卸売業、トラスコ中山の埼玉の物流センターに行ってきましたということで、そこを見たすごかった6つということで紹介をしたいと思います。なぜそこに行ってきたのかというとですね、まあ、私は毎回カンブリア宮殿を見て、カンブリア宮殿の番組紹介をしてるんですけれども、まあ、トラスコ中山編っていうのがあったんですね。私、トラスコ中山のこと何も知らなかったんですけど、カンブリア宮殿ってすごい企業じゃん。何これ？みたいになって、まあ通常通り番組紹介解説動画を、YouTube にアップしたところ、なんとですね、社長さんが見てくださったということで、紹介してくれた、まあ YouTube で紹介した私を、なんかぜひその物流センターの、定期的にその取引先様に、見学会を催しているので、よかったらそこに来てくださいということで、すごいですよね。ただの一回のフリーランスのライターで、しかもYouTube のチャンネル運営は別に企業紹介チャンネルじゃなくてめちゃめちゃな運営してるにもかかわらず、見ていただいて、いい紹介をしていただいたということで、呼んでくれたということで、実際にですね、埼玉の物流センターに行ってきました。で、もちろんですね、カンブリア宮殿で紹介された、ああ、もう言ってた、本当そのままだ、みたいなところもあったんですけれども、行ってみて気づいたこともあったので、このすごかった6つということで、順番に紹介をしていきたいと思います。まず1番目はですね、最先端施設ということで、まあ、自動化機械化ということですね。まあ、物流倉庫いっぱいもいろんな商品がある中で、まあ、本当に番組でやっていたようにですね、まあ、いろんな機械とか自動化を導入して、できるだけ人が、こうね、こう人手がいらないように、もう本当に機械がバーッと動いて、バーッと動いて、パッとやって、パッとやるみたいな、もう本当に、まあそのテレビでもやってましたけど、本当に間近に見てすごいなっていう感じで、なんかこれ、ね、なんか未来の倉庫というか未来の物流センターみたいな感じでしたね。しかもこれだけの規模っていう、こんなね、この写真見てたけど、めっちゃ棚が出るか、そこに真ん中にこうビューって来て、なんか運んできて、ぴょって落としてくれるっていうですね。まあ、本当すごいよなというところですよね。で、これですね、行ってみて思ったのが、ただテレビで見るより、意外と人手が関わるところも多かったんですよね。それが結構意外でも、なんかもう誰一人としていないみたいな、なんかテレビの紹介の感じだと、もう本当にそんな感じなんですけど、意外とまだまだ人手もやっぱりいて、なんていうかだからすごい努力して、もともと人手でやっていました。でも人手不足だしね、そのやっぱりミスの問題とかね、やりくりの問題とかいろいろあって、だから元は人でやってたものをすごいなんかもう本当に改善に改善の努力をつけてここまでできたんだなっていう、なんかそれが分かって、なんか逆に人手が多いところを見て逆にすごいなみたいな、よくここまでやったなっていう感じが、実際に見て思いましたというところです。それからですね、2番目も、これはもう本当に、まあ、一番の強み、本当にね、皆さんのビジネスでぜひこれ、逆転の発想ですごいんですけど、驚きの在庫力ということで、この、埼玉にあるだけで59万点、在庫の金額にすると80億円ということで、しかもですね、この、まあ、めちゃめちゃすごい在庫を、またですね、今度はまた新潟とか愛知とかにも、まあ、大きなものを作るということで、こんなに在庫持って大丈夫な、普通ね、在庫なし経営みたいなのが、もてはやされる中、逆転の発想ということで、まあ、これは本当に、社長の、本当に経営方針だと思うんですけれども、売れない在庫は置かないってやっぱり思っちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、在庫があれば売り上げが上がるんだ。在庫があれば頼まれるんだ。そして在庫があれば、なんかやっぱりね、ああ、この商品欲しいのにみたいになった時に1週間です。いや、1週間じゃもう間に合わないんですよみたいな、まあ、お客様の役にも立つということで、めったに使われないようなものも在庫として持つということで、でもなんか実際に説明のところで、在庫の数と売り上げがこう比例しているグラフがあって、だから、
やっぱすごいですよね。まあ、だからまあ、アマゾンとかもそうですよね。結局、まあ、私ね、出版業界に長くいるからわかるんですけれども、買いたい本が本屋に行ってもない。珍しい本はない。もう、主だったものしかない。どこの本屋に行ってもない。でも、アマゾンに頼めば、もうめっちゃマイナーな本とかあって、それが翌日届くみたいな。だからアマゾンが独り勝ちしたみたいな、そういうのと似てるんじゃないかなっていう、結局どこに行っても同じようなものを売れ筋しかないじゃないか。いや、このニッチな、これが欲しいんだよって言った時に見ればすぐあって、もうね、すぐ届けられるっていう、でも、なかなかこれできることじゃないですよ、経営者からしたら。いっぱい在庫持てば持つほど、保管のコストだってかかるわけだし、まあ当然、ね、売れなければ売れないリスクもあるわけですけれども、まあそこをもう何の迷いもなく在庫をどんどん、まあ仕入れていくという、まあ一貫した姿勢が、まあ実際に見て、いやもう圧倒されるっていう感じだったなというところですね。それからですね、これ結構番組でそんなにやってたか私が見逃したかわかりませんけれども、置き場所を決めないフリーアドレス制ということで、できるだけ物を置くということですね。これすごい雑然として並んでいるように見えますけれども、雑然として並べてるんだと思うんです。っていうのは、ここの場所にここ、ここの場所にここって決めちゃうと、ここの場所の商品が10個あって5個なくなりましたっつったら、ここのスペース空いちゃうわけじゃないですか。でも、空いたらもうそこにどんどん違う商品でも入れていく。だから棚を決めないっていう。これも逆転の発想ですよね。だから棚決めないから、要は空いたスペースにどんどん、だからどんどん在庫を入れられるっていうことで、でもそこはしっかり管理をして、別に、同じ商品がバラバラに置いてあっても、きちっと管理をされて、持ち出しができるようになっているっていうことで、まあ、ここまで、一見するとやっぱりちゃんと整理整頓した方がいいのに、いっぱいとにかく在庫を抱えるためには、その無駄なスペースを省くんだと。そんで、きちっと管理がしていれば、ね、その管理というのも人の目みたいなことじゃなくて、まあ機械的なシステム的な対応をしていれば、別にね、A っていう商品がこことこことこことかにあっても、別にそれは全然構わないっていう、まあこういう逆転の発想っていうのはなかなか普通できないですよね。すごいですよねっていうところ、本当目の当たりして、本当にこんなにバラバラでいいんですかみたいなものを本当にやっていて、だけれども、やっぱりいっぱい在庫を置くというところに、まあ、特化してるんだなというのが分かったというのも、まあ、すごいなというところですね。それからですね、あとこれが本当にすごいんですけど、機械化、すごい機械を導入して自動化しました、すごいです、みたいなことだけじゃなくて、めっちゃ細かい努力とかしてるんですよね。これも、要は、商品を置く棚が45センチ、45センチで区切られちゃってると、置けないものとか出てきますよね。これを90センチの幅にして、そこをやれば、結構大きな商品もまた自由に置けますよね、みたいな、その棚一つから別にすごい最新鋭の自動化機械でバーって動いてるやつももちろんあるんですけど、これ何気ない棚も、これ45センチ、45センチでこんなに分ける必要なくないみたいな。そういう本当にね、細かいところすごい突き詰めてやってるんですよね。で、まあそれが、まあ例えばコスト削減になったりとか、在庫力につながったりとか、まあ、いろんなプラスに働いてるんだと思います。だから結構最新鋭のすごいやつをボーンと入れたとじゃなくて、めちゃめちゃ細かい努力、いろいろしてる。それで成り立っている、そのすごい在庫力とか、っていうことにつながってるんだなっていうのはね、やっぱすごい、もう本当に徹底してこだわってるなというところが、分かったというところですね。それからですね、あとこれ多分すごく社長さんの思いなんだと思うんですけれども、災害時にも物流を止めない免震構造ということで、これ実際に地下の構造を見せてくれたんですけれども、見学会の最後に、まあ要は、まああれだけの倉庫、いっぱい大型商品とかもあると、で、あれ工具用資材ですから、災害が起きた時にめっちゃ役に立つものがいっぱいあるわけですよ。で、だけれども、まあ話がちょっとちらっとしか出てなかったので、ちょっと詳細はわからないんですけども、東日本大震災の時に、うちでもう災害に役に立つ資材があるのに、まあその免震構造にしてなかったのか、まあその
物流がなかなかそのね、災害に必要なものを送り届けることがうまくできなかったというような反省をもとに、今度何か災害が起きても、うちの倉庫は大丈夫だと。そして災害に役立つものをどん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 送れるんだっていうことのために、これだけのスペースを使って免震構造をめっちゃバッチリやっていて、災害でもきっちりやる。で、災害のね、ブルーシートとか、いっぱい在庫を抱えていた。で、ブルーシートがなくなるとかっていう問題もすごくあったじゃん。まあ、千葉の、地震でしたかね、豪雨の時でしたかね、台風でしたかね、私も被災地に行って、ブルーシート買って持ってきましたけど、ブルーシートが足りないとか、まあ、そういうね、被災地で急に物が足りなくなった時に、もうここみたいにそういうものいっぱいこう持っていて、でもここが被災しちゃえば送れないわけじゃないですか。でも、できるだけ被災しないような免震構造にしてるということで、なんかそういう、なんかね、やっぱりその災害に対する思いっていうのは、まあ僕も本当に被災地の取材とか、本当にね、なんかその気をかけてやってるので、なんかこういうところってやっぱり、なんていうか、災害対応みたいなことってなんかね、本当に経営者とか、まあ、社員一人一人でもそうですけど、もう全然意識が分かれるんですよね。本当に気にかけている方って、やっぱりこういうところに現れるんだな。これ本当にすごいなと思いますよね、ということです。そしてね、最後、これがすごかったです。これを、まあ、これが言いたいがために、っていうところなんですけど、センターのね、スタッフが皆さん挨拶や対応がめちゃめちゃ素晴らしかったんですよ。いや、まあ、30人、20人ぐらいの見学会があって、20人ぐらい、まあ、見学者がいて、主に取引先とかですけれども、で、まあ、センター内を回って、で、まあ、案内してくれるのも新人スタッフっていう、なんか、それもまた結構画期的な感じなんですけど、まあ、スタッフが案内してくれますんで、当然、作業をしてるわけです。結構人でもいるので、結構あちこちで作業してるわけですよ。で、まあ、めちゃめちゃ多分忙しいじゃないですか。で、しかも、ね、機械化されているとはいえ、それをなんか検品したりとか、細かな人手がいるような細かな作業を人手でやらなくちゃいけないから、結構ね、仕事量も多くて、まあ大変な中やってるはずなのに、見学のスタッフが来ると、みんな手を止めて、すごい快い挨拶をするんですよね。これね、なかなかできないですよ。これちょっと、まあ、比較対象はあまりよろしくないかもしれませんけれども、私は中小企業っていうか、まあ、20人ぐらいの、編集制作会社に働いてたんですね。でも、ワンフロアだけなんですけど、やっぱ社長が、まあ、きちっと誰か来客があったらきちっと挨拶しろと。そういうところに会社の対応が現れるんだ。で、すごい結構社長がしつこく言ってて、で、誰か入った時に、まあ、フロア全員社員は見えるわけですよ。で、なんかいらっしゃいませとか、こんにちはとかってみんな言うんですけど、とはいえ、全員にはなかなか徹底できない。やっぱりいや、そんなのはみたいな人も、やっぱ何人かいて普通なんですよね。で、まあ、それは私が勤めていた会社だけじゃなくて、まあ、いろんな企業さんの取材をしていても、やっぱり人によって全然違う。なんか、企業の取材とかで、まあ、社長のインタビューとかに行ったりして、まあ、行くときにいろいろな社員とすれ違うじゃないですか。で、すごいなんか、あ、こんにちはとかね、いらっしゃいませとかっていう、すごい、なんか対応がいい社員が多い企業もあれば少ない企業もあるんですけど、もう全員が全員やってるって、これ相当多分徹底してるんだと思います。で、相当、なんていうか、あんまり、冷房が効いてない最後の、なんていうか、トラックに搬送するみたいな作業で、結構ね、暑い中大変な作業をやっている、人たちのところでもみんな手を止めて、すごいきちっと挨拶をするのは、これね、本当に、徹底しないとできないはずです。僕なんかね、たかが20人の企業でもできないんですよ、全員が全員。これを、何百人規模の物流センターで徹底させるって、誰一人として、なんか挨拶しないとか対応が悪いみたいな人はいなかったので、めっちゃ忙しいはずなのに手を止めてどうぞどうぞみたいな感じで見学者優先みたいなのが徹底されていて、いやー、これはすごいですね。こういう企業って本当にね、なかなかないんですよっていうことで、これはね、行ってみないとわからなかったなっていうところではございます。
ということで、テレビ東京のカンブリア宮殿で紹介されていた工具用資材の卸売業トラスコ中山の、埼玉物流センターに行ってきましたということで、もちろんね、他にもめちゃめちゃ細かい、すごい、ところとかがあるんですけれども、まあ、主だったところ6つ、まあ、特に最後のところはなんか本当に、なんかまあ、社風というかね、その社員教育というか、こういうところってごまかせないんですよね。いろんな企業を取材してるのでわかるんですけど。ね。まあ、なんか、別に挨拶がしない企業が悪いのかって言ったら、まあ別にそんなことはないと思うんですけど、まあとはいえやっぱり来客した取引先に対しては、あ、ここの会社めっちゃ感じいいなって思うのか、ここの会社なんか、どの社員もなんかぶっきらぼうだな、みたいなの印象って、やっぱりなんかギリで競った時に最後に勝つみたいなところになると思うので、いやー、このね、トラスコ中山、ね、まあ、言ってみれば B2B な感じなので、あまり個人にはあまり知られていない企業で、私も全然知りませんでしたけれども、本当に、すごいことをやっている企業だな、ということで、しかもね、YouTube で紹介したら、その YouTube やってる人を見学会来てくださいと普通は取引先しか呼んでないのにっていうところに呼んでくれるっていう姿勢も、まあ、そもそも社長がこれを見つけるっていうのもすごいなと思うんですけど、いやーなんか素晴らしい企業だなと思います。で、まあ、ただなんかすごいなんか褒めるばっかだと嘘くさいのであれなんですけど、なんかすごく新鮮だったのが質疑応答の時に、でもまだまだ結構まあ、ミスがあったりとか、まだまだ問題があったりとか、っていうことも当然あるんですと。で、そういうのを一つ一つ、潰してるっていうかね、なくしてるっていうのがあって、だからなんか別になんか超すごいでしょうっていういいところだけを見せて終わりっていう感じでも、結構質疑応答では、まあ、正直にという言い方は変ですけれども、いや、こういうミスが何件あって、まあ、ちょっと結構多いんですよね。これどうにかしてちょっと少なくしないと、みたいなことも言っていて、なんかすごく、なんか、ピュアな感じというか、なんかね、よく外側だけ見せてっていう感じでもないのかなと思いましたので、トラスコ中山、まあ、ね、なんか、こういう関係の仕事をしなければ、付き合いがないかもしれませんけれども、まあ、とはいえですね、非常に面白い企業だなということで、まあ、でも本当にね、災害時にこういうところがきちっと被災せずに生き残っていればね、例えばブルーシートをそこからいっぱい、被災地に送れるとか、ね、その被災地のお店に送れるとか、まあ、いろんなことができると思うので、まあ、そういう意味でも、まあ、社会貢献的に見ても、まあ、非常に素晴らしい企業ということで、皆さんですね、トラスコ中山、なかなか、普段目にする会社ではないかもしれませんけれども、まあ、非常に面白い会社でしたということで、まあ、埼玉ね、物流センターだけを見ただけなので、別に他全部見たわけではありませんけれども、行ってきました、レポということで、何かの参考になればなと思います。